よく晴れた大空、バスとバス山道の手前、川沿いですれ違う大きな荷台、試合や絶望を感じなかったのはきっとちゃんとさよならできたからかな。ガタガタと山道を登っていく車輪が力強く火葬場まで運んでいく。見下ろした景色都会泣かない代わりに、止まり慣れた木を羽ばたいた鳥、煙が昇ってんのが見えけど、おじいちゃんは登っちゃったから、あれは違うか誰んだろう。今朝起きた坊さんの合唱、バス降りた途端寒さに殴られてる笑い、静まった館内、右端のかまど半円になってみんな静まり返って、車掌のような格好をした知らんおじさんが学校と台を引き出すと、それは想像するよりも単純じゃない、風が全て奪い去ったようにそけなく主張する。何にもない、俺ら飯食っとる間におらんなった。ため息を飲み込むと沈黙は増えた、鼻をすする音が場を空に無音に包む、初めて見る最後に放心する、けどそれを前にしてもまた会えたって気がした。骨から近い順に慣れてない手つき、作業はいつも人を正気にさせる、心の中で何か言いたかったけど、俺は今心の中を拾ってるとこ、天国と同じ色の真っ白な手袋、肺と骨をかき分け台の上、皆様お見えになりますか、この骨が喉仏、手を合わせ拝むような仏様がおられ、小さなお姿で頭を下げ大事そうに抱える、その中へ時間が逆さに流れ巻き戻る気がした。遠近を持つとトータルご程度、高所な五光にじんだ模様、後ろに尊い目の前、俺じいちゃんも知らんじいちゃんを見た。よく晴れた大空、バスとバス山道の手前、川沿いですれ違う大きな荷台、よく晴れた大空、バスとバス山道の手前、川沿いですれ違う大きな荷台、よく晴れた大空、バスとバス山道の手前、川沿いですれ違う大きな荷台。